冬。冬は四季の一つであり、一年の中で最も寒い期間、季節を指す。二十四節気や、旧暦のように、一年中で最も太陽の高度が低く、夜が長い期間を指すこともある。北半球では、冬至後の1月から2月頃に気温が低いことが多く、南半球では、夏至後の7月8月頃にあたる。 日本の気象庁では1日の非最低気温が摂氏0度以下の日を冬日、また被災高気温が摂氏0度以下の日を真冬日と呼んでいる。このような日は1月を中心に前後の毎年12月から翌年3月頃にかけて発生するから、ただし年や地域によっては11月4月でも生じる場合もあるこの時期のあたりが冬の範囲に入る。 冬が特別、特有とされるもの、特に収穫物については春冬を参照。北半球が冬の時は南半球は太陽高度が高くなるため夏となり、南半球が冬の時は同様に北半球は夏となる。冬という季節が生まれるのは太陽高度の差によって気温が変わることが大きな原因である。 地球が地軸を傾けて好転しているために、同じ地点でも季節により太陽高度が変わり、太陽高度が低くなると冬になる。赤道に近い低緯度地域では季節による太陽高度の差が小さいので冬に目立った気象の変化はない。また、極地や高緯度地域では冬に太陽が昇らない、極夜という現象が起こる。また、その土地の標高や気団、海流、 風などが冬の気候に影響を与えるため、同じ緯度にあっても冬の気候に差が出る。例えば、北43度付近にあるモーナコでは1月の最低気温は摂氏8度前後だが、同じ緯度にある日川では同じ月に引く、摂氏14度前後まで下がる。日本では秋から次第に寒くなり、やがて野外で、霜や雪など氷に関わる現象が見られるのが冬で、ある。また、 当時までは、昼間の時間は短くなり、夜が長くなる。シベリア高気圧が張り出し、西高東低の気圧配置になると、これを冬型の気圧配置といって、北西の季節風、北風が強く吹き、日本海側では、雪、太平洋側では、空気が乾燥して、晴れとなる。寒さが弱い冬を暖冬という。反対に、寒さが厳しい冬。 寒さが強い冬を、厳冬や、寒冬という。生物にとって、冬は直接に命の危険にさらされる季節である。それにつれて生物は、活動を控えたり、様々な方法で、冬眠や越冬に入る。落葉樹は葉を落とし、宿根草は、地上部を枯らす。人間は防寒を主目的とした冬服に着替え、さらに襟巻きなどの防寒具を着用するが、霜焼け。 凍傷を起こすことや投資する者も,もいる。暖房器具を使用するのも冬のことであり、こたつやストーブに体を寄せる楽しみもあるが、それに起因する一酸化炭素中毒も冬に、たびたび発生している。気温は、植物にとっても重要である。特に平たくて、薄い葉は、その影響を受けやすい。陶器でもそれほど温度が低くならない地域では葉を、小さく厚くすることでこれを耐えるが、 ある程度以上ではこれを切り落として捨てる、落葉。一年草の場合、冬は種子などの耐久性の構造で耐える。この場合、春になって発芽することになるが、春の成長において、イニシアチブを取るべく、秋から冬に発芽するものがあり、これを越年草、あるいは二年草という。この場合、冬には葉をつけて過ごすが、寒さに対する対策として、 地表に密着するように葉を広げる姿をとるものが、多い。多年草の冬の姿にも、このようなものがあり、これをロゼットという。なお、春になると様々な植物の活動が始まるが、その開始時期は、それぞれで、中にはほとんど冬のうちに始まる場合もある。特に福寿草や梅は、冬の終わり、万頭に咲くので往々にして花からだが、雪や氷をかぶることが多い。 稀に、春本番を告げる桜や、桃や、チューリップヒアシンスなどの花も強い缶の戻りや、花冷えが原因で季節外れの雪や氷を被ることも、ある。冬には、多くの動物が凍結しない場所で活動を、停止しじっとしている。これを冬眠と言い、トカゲやカエルは土中に、カメや土壌は、水中の底に潜る。哺乳類のコウモリやヤマネは体温を下げて冬眠する。 鹿や猿などのように、冬眠しない動物もいるが、それらの場合、餌に苦労することになり、他の季節には見向きもしない木の芽や樹皮など食べてしのぐ例も知られる。これらの動物では、陶器の死亡率が個体数に大きな影響を持つとも言われる。冬に特別な活動が見られる例もある。山椒魚や赤ガエルなどで、真冬に繁殖活動を行うものがあり、天敵が 寒さで動けない時期であるためとも考えられている。犬ワシなども冬に繁殖を開始する。これは、ヒナが食べ盛りになるのが、他の鳥の繁殖時期に重なるようにとの適応とも言われる。冬は、昆虫採集に向かない季節であり、冬に進んで活動する昆虫は、冬尺など、ごく一部である。それでも方法はあるもので、例えばお寒種類は地下に隠れて越冬しているので、 地上を走り回っている時より探しやすく、マニアはここだというところを掘り起こして採集する。これを俗におさ掘りというよし。なお、河川の指標生物として、有名なカワゲラなどの水生昆虫に関して、その採集は、冬の方が都合が良い。これは、彼らの大部分が幼虫であり、春から秋には成虫になるために小さい、幼虫しかいない場合があるのに対して、 冬はすべて比較的よく育った幼虫の姿だからである。冬は年の終わりの時期、年末で一年間の終盤である。北半球においての農業では、春から秋にかけて生産が行われ、冬は翌年の生産への準備に当たるからであろう。その年を締めくくったり一年間を振り返ったりするための行事が多い。以下は主な日本の冬の行事である。 冬という厳しい季節を乗り越えるための準備や手当の行事もある。また、冬の気候を生かしたウィンタースポーツも行われる。冬のレジャーとして楽しまれたり、競技として行われたりする。日本では亜熱帯と熱帯気候に属する南西諸島や小笠原諸島以外は、冬は雪氷の存在に象徴される季節である。西日本、日本海側の北、近畿、 山陰以外や南関東では冬にたまに生じるものとして、ちんばり東日本の山間部や北日本では冬の真中人々と共存する。雪は降雪量の少ない地域では子供の楽しみであるが多い地域では大変な問題を起こす。特に日本の本州日本海側は世界的にも多雪地帯である。地域によっては数メートルも積もってしまうので、 そのような時やは埋まってしまう。いわゆる雪国あるいは豪雪地帯であって他の地方にはない様々な危険があり、人々の生活や建築などに様々な対策が練られる。日本では天文の上では冬は星空が最も美しい季節である。冬の大三角を構成する明るい星などが見える。また知名度の高い星座が多い。気温の低さや 生物活動の停滞になぞらえ、活動、成績などが低調、苦境にあることは、冬の時代と表現される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。